おはようございます。3年生でお世話になっております父親でございます。今朝から熱が出ておりまして、はいはい、ちょっとお休みを。はい、あ、はい、ありがとうございます。いつもお世話になってます。失礼します。早いね。早く出る？もう行くよ。あ、体調は？大丈夫だよ。あ、本当？うん。よかった。大丈夫だった。あ、本当。じゃあ気をつけて行ってね。ええよ。うん。じゃあ来週ありがとう。ただいま。よいしょ。いいよ。はい。ただいま。ただいま。あれ、そっちにもいたの。ただいま。今度やりましょうか。ちっちゃいでしょうか、サイズは。そんなにいっぱいは食べないけど、うん、6分の1ぐらいでしょ。あ、こんじゃなかった。あ、いいよいいよ。でもさつまいもこれで美味しかったよね。美味しかったね。そう、たまにね、ちょっと小さめにしよう。どこやってるの？ウインナーも多めに食べる。かぼちゃは別にして、パンも20%、これも20%。ソメイトちゃん
部行くんだって。700円もしたんだよ。700円。そんなにまあまあしていいよ。全然まだ。全然まだ。3倍ぐらい、4倍ぐらい。半分、とりあえず半分ぐらいじゃないといい。よいしょ、うひゃ、多かった。よいしょ、これ、あ、ちょっと多かった。いいよいいよ、うん、なんかこれいいよね。ね、なんかこれの、なんか本物があるらしいんだよね。本物？あ、それ偽物なのそれ。なんていうのか、こういう、おそらく知らないんだけど。あ、ブランド的な。そう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 。そうめっちゃ高いらしいよ。高いんだ。これは200円だったけど。ガッツリ偽物。うん、十分これ。こっちがワインで、こっちが牛乳、うん、すごい、ちょっとなんかうひょーい、想像したこういうのかな、ワインいただいて、体がいいんだな。よっしゃ、入れます。青、確かに、うん、なるほどね。ちょっとさ、こっち逆にザラザラ感がある、うん、まあ溶けきってないんだよね。片手振りすぎた、多かった、これな、うん、ごめんだ。全然まだ。でも悪くないよ。ワインは独特の味がね。ワインはね、ワインだわ。うん、酔っ払うで。そうかこれ。うん、よし、こっちはチーズだ。ちゃんと。うん、これはなんかさ、うん、本物がわからんからさ。そう。これがうまいのかどうかっていうか。作り方調べた？調べた。一応。どうやった？一応このままやったけど。よし。おい。あ、オリーブ入って。オリーブしよう。それとチーズポンデュ関係ないやん。じゃあ俺胡椒つけよう。オリーブ。いただきます。それ挟んで食べてるやん。ホットドッグやん、もう。うまい。なんか急にうまくなった。なんか急にうまくなったね。溶けたからじゃない、これが。うまい。え、こっちもめちゃくちゃうまくなった。雑味がなくね。雑味というか、うん、ザラザラ感。うん。多分溶けてきたからと思う。そんなことになるじゃないか。あ、なんか大盛りうまい。チーズっぽいチーズだ。あ、そうだよね。そうだ。いいよ、フォンデュして。重めにフォンデュして。うん。うえ。いいね。伸びる。はい。おー、うまいよ。うまいよね。うまい、こっち。なんか急にうまくなった、ね。こっち食ってないからわかんないけど。うん。うまい。うん。なるほど。牛乳うまい。あっ。アホが多い。あっ。溶けたからだろうね。溶けたから。かぼちゃうま。うん。かぼちゃめっちゃうまい。かぼちゃうま。かぼちゃうまいな。まだあるよ。俺かぼちゃ大好きだからね。うん。かぼちゃ食べて。食べないで。何やってんかしらけど。かぼちゃ大好き。あんまり食べないでねってやって。ステップ。ジャンプした。床さ、全部さ、カーペットにしようと思うんだけど、どう？いいやろ、ね、なんか、乗り気じゃないみたいな。いや、あの、猫がさ、
ちゃんとほら、冷たくて歩けるようにしてあげたいと思って。あと、みんなが裸足で歩くからさ、ベタベタしてさ、嫌なんだよ。掃除が大変だ。あともね、適当されて。あ、そうだった、じゃんけん勝敗何割かなっていう話したじゃん。そしたらお父さんがさ、じゃあ誰かお願いしますって言ったじゃん。よくない。だからみんながやめろやめろってすごい突っ込んだじゃん、やってくれるんだ。やってくれるんだ。申し訳ない。やってくれた人がいてさ、2人いて、この方々です。ありがとうございます。本当にすごいね。本当申し訳ない。本当に余計な一言だったわ。はい、本当に申し訳ございません。お手間をかけました。ずっと今までやってたのかな。それではお願いします。いきまーす、はい、最初はグーじゃんけんポン。アップね。いいよ。せーの、最初はグーじゃんけんポン。強い。今のはね、狙っちゃったわ。強い、強いなぁ。よっ、最初はグーじゃんけんポン。あいはーバボ様よ、バボ様。はい、手合わせてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。珍しいご飯。ね、うまかった。うまかった。うん、またやろう。調べてきました。一つ目は世界中の同年代に最も利用されているようです。右のグラフをご覧ください。このグラフは世界の同年代の利用者数です。調べてみたところ、同年代で最も利用されているのは、お父さん。このさ、なんでいるってわかったの？あ、もちろんちょっと見てるよ。でも、それでもさ、そこまでできてると全然思わなかった。もう勝手にどうぞって言ってから、どうせ何もしてねえんだろうと思ってたけど。いや、まあしてるよ。めちゃくちゃしてたね。俺も焦ってるから。ごめんごめん。もちろん。いや、ほんと素晴らしいと思った今。はあ、よかったよかった。まあちょっとなかったら言って。じゃあ寝るね。はい、ありがとう。頑張ってね。おやすみ。おやすみなさい。